こんにちは、マガジヨミです。こんにちは、おマガジンのすけです。寒くなったね。いや本当にね、もうね、あの皆さんにも風に気をつけていただきたい。大丈夫ですかヨミさん、その電脳ショック寒そうですけど大丈夫ですか？寒いよ、まあ、もうね、空いてるからガッパガッパ空いてるんですか？ガッパ空いてるから、ここ。あ、胸元がね、胸元ガッパいってるからそうそう、気をつけなきゃいけない、いけませんねこれは。うん、気をつける。でもね、そんなヨミさんのハートをね、熱くする漫画雑誌が今日発売になったんです。週刊少年マガジン49、まあ、で、うん、週刊少年マガジン49号の関東カラーに載っている漫画といえばエデンズゼロ。そうなんです、エデンズゼロなんですけども、うん、今回はヨミさんにやっぱりエデンズゼロのですね、うん、その魅力を語っていただきたいんです、うんうんうん、ただし、はい、真島ヒロ先生、世界中にファンの方がいらっしゃいます、うんうんうん、そして6カ国同時配信をしていると、うん、でエデンズゼロあるいはですねヒロマシマとですね、うん、タイトル概要欄なんかに入れるともうファンの方々が海外からですねやってきて、そうだね、英語の字幕をつけてくれと、英語で説明してくれと、そういう風なコメントがやっぱりつくんですねあ、英語のコメントとかもね、なんかたまに見かけるよね。そう、ついちゃうんです、うんうん、なのでエデンズゼロの紹介を全部英語でやっていただきたいと思います。ヨミさん、ちなみに英語の方は当然お得意ということでよろしいですか？あ、うちの高校英語がないんだよね科目にね、まあできるよね。そうしたらですね、うん、簡単なですね、そのエデンズゼロ紹介文みたいなものも用意いたしましたので。あ、なるほど。これをですね、あのヨミさんなりに訳せと、ちょっと英語に訳しながら、もう今この YouTube を見てるですね、世界中の人たちに伝えていただきたいなと思っております、うん、文章の方は、こちらでございます。あ、はい、こちらをですね、すべて英語でしっかりとビシッと。それでは、ヨミさんのエデンズゼロ英語紹介まで3、2、1。 Hello! Today is my マガジン公式 VTuber の VTuber マガジヨミ、 I'm マガジヨミ isヒロマシマ、ティーチャー最ニューエデンズゼロ紹介、ま、紹介するよ。今度の舞台飛ばしてグラフ待って、出身わかるわかるわかる。あ、ちょっと待って、出身って単語なんだっけ、ちょっとヤング式、宇宙ってなんだっけ。あ、ちょっとひどいですね。あ、VTuber レベッカファンタジーイズ旅を繰り広げるんだけど、週刊、あ、マガジン週刊少年49レベッカさらわれる。レベッカヘスク式、ちょっとこれニューキャラクターバーン、ベリーキュート、強そう、ファイターでかっこいい、ファイターでまあかっこいいの。式イズレベッカ、助けられるのかな。ヒロマシマティーチャーが描くスケッチ、スペースファンタジー知ってる単語を並べてたけど、完全に諦めないでもらっていいですか？いや、最後は伝えないとと思って最後は伝えないとじゃないですよ、最初から最後まで伝えてください。伝わりましたかね？いや、これはすごい、その新たなヨミさんの一面、これ、ね、見ていただくことができましたね、うん、ちょっとずつ英語もね、勉強してね。ですね、次はね、ちゃんと紹介できるように。いや、こういうことだったのね、こういうことだったんです。そっか、いや、聞いてほしかったね、英語得意なのか、どうなの最初に。怒んないでくださいよ知ってる単語が全然ないっていう。知ってる単語が全然ない、うん、あ、じゃあ逆に知ってる単語って何です？アンダースタンド。アンダースタンド、かっこいい、難しい、かっこいい、うん、え、ごめんなさい、アンダースタンドってどういう意味ですか？え、あ、難しいじゃないの、違うの、アンダースタンド、ベリー、アイドントアンダースタンドみたいな。ごめんなさい、閉めましょう、これ閉めた方がいい、閉めた方がいい、一回閉めた方がいいです。はい、はい、はい、最後のコーナーお願いします。はい、ではでは、お待ちかね、マガジヨミのマガジン占い。さも仲間のように動画に混じってきたやつにドッキリを仕掛けられたそこの読者、大吉。
マジ絶対許さねえからな。ではではまた来週、週刊少年マガジン公式チャンネル登録よろしくね。